はい、それ何もダメですか？これはカメラです。カメラずっと撮るの？こう自分が大好きだから自分ばっかり撮ってるんですよ。はい、おはようございます。ソイジマックスでございます。寒いですね。今日外気温度を測ったら3度でした。まだまあ0度じゃないだけマシだということなんでしょうけども、まあこの冬のね寒い朝にどこ行っとんねんということなんですけども、今日はユーザー車検に行きます。このトランザルフちゃん、先日宇和島からですね引き取ってまいりました。まあいいバイクに巡り合ったなと、もうすごくすごくね感じる、ものすごく乗りやすくて、なんでしょう、素敵ですよ、本当素敵なバイク、トランザルフちゃん、95年式、もうだいぶ前のねバイクなんですけども、まだ元気に走っております。で、今日はこれの、このトランザルフちゃんのユーザー車検なんですね。車検です、ユーザー車検で参ります。まあ、整備自体はですね、オイル交換とか、まあ、各種補修整備ですよね。それはいつもお願いしてるバイク屋さんがいてはるんですけど、車検は自分で持ってきなさいと。まあ、ちっちゃいお店なんでね、まあまあもう車検は副島さん自分で行けるでしょ、いや自分で行けるでしょっていう、そういうことなんでね、まあまあまあ いいよ行くよっていう感じで自分で行くんですけど、まあ今回もね行きます。 F650 の時も自分で行きました。で、今からね、陸運局に向けて、陸運支局か、今からの陸運支局に向けて走っておる次第でございます。まだ朝のね、朝の通勤なしがちょっとありますが、まあまあ40分小1時間ほどで着くかなと予想しております。まずは検査場に、まあ陸運局行く前にテスター屋さんによって工軸のチェックをしていただきます。まあ工軸の調整ですね。工軸の調整がね絶対に引っかかると思うんだよね。ここだけでもやっとかないとなと。他はね大丈夫だと思うんですけども、工軸の調整だけはちょっと自分ではできないんで、テスター屋さんにやって、もうそこで絶対引っかからないようにしてもらいます。前ね F650 の時もやっぱ工軸の調整はやって車検通りましたんで、今回も同じパターンでいきたいと思います。モノレール走ってます。チキンラーメンのモノレールが走っております。ラッピングがいかにもなんか大阪って感じですね。モノレールね、ああモノレールですね、素敵ですね。満腹ですよ、満腹な感じ、満腹なモノレール、満腹モノレール。バイクの調子はいいです、かなりいいです。特にもうなんかね故障とかないんですよね。まあ言ってもね、バイクを引き取ってまだ1ヶ月経ってませんから、今年入って1月の7日に取りに行きましてね、引き取りましてね、まあそこから、まあ、ちょいちょい乗ってるんですけどもね、全然調子悪いとこはありません。そして、だいぶ掃除しました、だいぶ掃除しましたよ。いろんなところグリスアップしたし、もうとにかく掃除しまくりですね。もう埃を取りたくて、結構カウルのね中側に手突っ込んでね、配線とかもねちゃんとね綺麗にしましたよ。まだまだやってあげたいところですけどね、まあとりあえず車検の時になんだこのバイクはって思われないぐらいのレベルにはなってます。あーちゃんと乗ってんなと、あ綺麗にしてんな意外とみたいな、そのくらいにはなってると思います。さすがにねなんかボロボロで持ってったらちょっとね印象悪いもんね。車検通るとは思うけどさ、その引っかからなかったら外装はさ関係ないし、その汚れてるのも関係ないから通るとは思うけど印象は良くないですよね。こう見る人がえーってなるとね、変なとこ突っ込まれそうだしさ、それも嫌だなとね。やっぱスムーズに通りたいじゃないですか、引っかからずね。そう思うとやっぱりちょっと掃除だけはねちょっと磨いとこうやと、まあ、いうとこですよ。
普通でいいから、普通でピッカピカっていうよりは普通でいいと思うからね。ちゃんと乗ってるなっていうのが分かればいいと思いますから、まあそのレベルにはなってるかなと思っております。あー、グリップヒーター欲しいな。まあハンドルねカバーしてると全然あったかいんですけど、でもやっぱちょっとこう暖を取るっていうことはできないですからね、これではね。防寒とか、まあ、熱を逃がさないという面では優れてるなと思いますが、こっから発熱してるわけじゃないからね、暖を取れないのはやっぱ辛いね。ここからね、手からね暖取れたらだいぶあったかいんですよね。グリップヒーター欲しいな。グリップヒーターつけれるよね。社外品は絶対つけれるだろうけど、純正品みたいなのあるのかな。ホンダだしね。いやでも当時はないか、当時はないな。トランザルプが販売されていた当時はグリップヒーターなんか超贅沢品ですからね。国産車で果たして付けられたのだろうか、オプションがあったのだろうか、わかりませんけどね。あーでもちょっと暖は欲しいな。暖、あ、今の暖っていうのは諸星暖のことですので、一応ね言っておきます。アンヌが暖を呼んだ時の声ですね。暖、諸星暖さんです。あ、ウルトラセブンはいいですね。ほんとウルトラセブンはいいな。なんかこうドラマが素晴らしいね。あそこだ、テストセンターだ。あったあった、ありましたありましたありましたよ。ここですわ、ここですわ、ここでございます。よいしょ、テストセンターです。テストセンター来ました、入ります。はいはいはい、テストセンター到着です。なかなか混んでますな、うん、なかなか混んでるね。ありがとうございます。工事工工事工で、はい、はい、お願いします。ユーザー車検というか、うんうん、料金なんですけど、1500円はい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 、何車はいはいはい、ハイビーム弱いかな。ここですここです、これです。高い？ニュートラルよ。深さはいい？ああ。ああ、そうですか、はいはいはい、深せばいいですよっていうことですね。深してくれよっていう。よしよし、じゃあ深そうじゃないか。工事ちょっとだけいじっただけで終わりましたね。あ、まあ意外と合ってたんだな。さあ陸運局へ行きましょう。調整終わり。開けなかったね。開けなかったです。もうちょっと苦労するかなと思ったらそうでもなかったね。まあ開けない方がいいですよ、逆にね。変にこう、うわーこれがあれがって言ってわー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 やるよりは、開けなく行けますっていう方がいいですね。これもし通らなかったらね、まあ工軸引っかかったりとかしたら、もう一回ね、持ってったら、領収書持ってったら、調整してくれるんですよ。前ね、F650 の時は、通ると思うけど、もし通らなかったらもう一回来てって、係員のね、お店の方が言ってました。微妙なところだとそういう風になるんでしょうね。つい今月の頭に、お正月一発目にね、名義変更で訪れまして、このトランちゃんのナンバーを取得するために来ましたがね、一月に2回も来るとは思ってませんでした。ユーザー車検では、何回目だ？バイクでは2回目かな。いや、3回目か。よいしょ、はいはい、よいしょ、が、はい、到着。陸運局に到着しました。陸運協会に行ってですね、書類などをちょっと
もらいます。書類とあと重量税とかを払わなければなりません。おはようございます。自動二輪の継続検査で、自動二輪の継続検査で、はい、どうも、継続検査申請書、重量税だ、重量税を払います。あ、すいません、自動二輪です。はい、はい、どうも。じゃあ書類の書き込みを行わなければなりませんね。ネット経由で今日の午前中ということで、ラウンドね、検査のラインに入る申し込みをしてます。で、予約番号というのをもらっています。それをね、確かに向こうで言うはずです。とりあえず書類書きます。いつもここに座りますね。よいしょっと。車検証、これ車検証です。点検、定期点検、記録簿で、自賠責保険です。新しく入りました。継続検査申請書、軽自動車税納税証明書、自動車重量税納付書で、これはあれだな、検査票ですね。検査票です。はい、書きました。おはようございます。はい、はい、お願いします。はい、最近免許変更されてた。あ、そうなんです、そうなんです。じゃあこれでいけますので、ね、あ、わかりました。検査やっていただいたことありますかね。あ、一回来たことあります。一回来たことあります、はい、10番の一番奥のコースですのでね、はい、なってください。というわけでラウンドに行けという指示が出ました。ラウンド第一ラウンドカーンみたいな、そういうラウンドではありませんね。検査場に行けと、検査場に実際にバイクを入れてね、車両を入れて検査されろという指示をいただきました。行きます。今ね、見ての通り、トランちゃんをですね、LINE に通して検査をちゃんと受けて、ハンコもいただいてきました。これを今から提出に行って、新しい車検証を出してもらうということですね。よしよし、7番に提出してくださいということです。あ、お願いします。あ、わかりました。はい、書類ができるまでしばらくお待ちくださいと。うちわが番号札なんですね。可愛らしい。はい、どうもありがとうございます。はい、それ何もダメですか。これはカメラです。カメラずっと撮るの。こう、自分が大好きだから自分ばっかり撮ってるんですよ。そうなんです、はい。そうなんて、ド変態扱いですね。そうですよね、私は変態です。I am a 変態。車検証をゲット、新しい車検証をゲットしました。これで2年間乗れますね。やった。ユーザー車検いいですね。ちゃんと備えれば不安はないですね。あといろいろ割と係の方が教えてくれるので、でなんとなく今日 LINE の係員さんも、あ、こいつユーザー車検だなと思ったら、割と先回りしていろんなこと言ってくれたりね、こうしてあしてって言ってくれたり指示くれるんで、書類もらえますねとかね、だから安心して受け入れます。
トランちゃんやったね、2連乗れるね。はい、このプレートこれね、張り替えますよ。よし、来た。はいはい、張れました。はい、車検ゲット、よしこれでトランちゃんまた2年ね、乗りましょう、乗りましょう。よし、バッチリです。コンプリート、ミッションコンプリート。いや、ドキドキはしますけどね、毎回毎回全然慣れないですけどね。それは2年に1回ぐらいしか来ないわけだから、慣れないですよ、慣れないですよ。忘れてるもん、大体1回やった後忘れるもん。